で、バイトの場合だっけ、次吉田が。吉田がバイトの場合ね。じゃあね、バイト20分前ぐらいの吉田、ね、15分前ぐらいの吉田。なんで俺は毎回毎回遅刻するしそうになるって分かってるのに、ちょっとギリギリで家出てくかな、おい、ブーン60キロ、ブーン、ブーン、聞くよ、おい、ブーン、いや、もう今日も今日で前やったら、なんか最近この風で原付に取られてくるわけがする気がするんだよな。って言って、普通だったら、って言ってパカッてやってヘルメット入れてパタンで閉めてカバン持つぐらいの感覚だけど、ギューッそれが全部壊したで、従業員のあの入り口のところガシャン、今のうちにバッグからこうかけて、これ横にバッグつけて、こっちハンコつけて、おはようございます、あ、靴あります、6時40分、はい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 、行きまーす、階段で登る、自分のロッカーを開ける、なんで毎回さ、ややこしいんだよ、家の自分の金庫の鍵とロッカーキーで、今の季節ほんと T シャツ下に着てから楽だよな、着替えに乗る、よし、行けるぞ、あ、おはようございます、おはようございます、おはようございます、あ、元気ですか、あ、俺の母さん元気っすよこんにちは、いらっしゃいませ。なんで2回挨拶する人があるんだろうな。こんにちは、いらっしゃいませ。おむね、吉田です。間に合いました、吉田です。吉田くん、本当にうるさいな。吉田です。危ない危ない。吉田くん、いつもさ、あれだよね、6時45分から出勤のところ、6時44分54秒ぐらいで攻め抜けるよね。うん、危ない、まあ危ないですけどね。まあ、なんとかなりますよ、はははって言って連絡の後見て、吉田ハンコを押しておこうっす、吉田ハンコ、あ、おい吉田君さ、これさ、お客さんから商品戻ってきたからさ、承認を押してくんない、高いですよ、吉田のハンコ、いくらだと思います、100円、どうしようかな、もう一個プレゼントしようかな、どこにプレゼントしようかな、おぉもう消えねえじゃないかねえ今日長靴入ってきたんですか、新規入ってきてますよ、知ってますよ、俺24歳って言うんですね、うわめっちゃ絶望だなこれはどうしよう、俺が全部スキャンするんだよなって、うわこの色売れるんすかこれ頭おかしいでしょこれどの層が買うんすかこれ、うん、アンバーこの前10番つけたからな、15番ぐらいつけとくか、ペタ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 、え、なんですか、あ、今日30%にする期間があるから30%つける、あ、いっぱいつけますね、靴の中にもつけますね、だんだん最近これ早くなってきますね、俺よし早くないですか、俺早いっすよね、あ、まあ、天才かな、俺この職業につこっかな、やっぱやめよう30%つけるだけの仕事で商売を終えるってどういうことですかね、よいしょ、あ、でもね、生産行ってきまーす、ビビ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 ビはい、今日の売上金、いくら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 いした、イエーイ長靴に売り、長靴売りに行きます、イエーイっていうのがバイト、やって今日も終わりました、バイト、大学からの説明会のバイトって何なんですかね、どれですかね、俺はやって終わり、なるほど、うん、あとなんか招待エピソードもう一個語れるよ、どっかギリギリだね、ギリ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 語れるよ、2位を片付けながら言おうか、うん、ギリギリ語れるよ、どの辺語りたい、どの辺語られたい、語られたい、語られたいよね、語られたい物語よね、木曜日25時あたり、木曜日25時あたり、うん、
24時35分かな。そういうのだったらね、23時ぐらいからの早い。じゃあ23時あたりいう、あ、そしてあれだもんね、バイトが帰ってきたのもテーマわかるからね。うーん、キュイいやー、今日もバイト終わり、やっぱ現地飛ばすの楽しいぜ、イエーイ。いやー、今日はね、あのエクストラシャープの朝行かったからね、楽しみだわー。それ切っていいよ、それ切っていいよ。あ、じゃあ、じゃあ、あ、でもこれ楽しみだぜ、楽しみだぜ。あ、ただいま。あ、ばあちゃん、ただいま。何今日お飯。あ、今日もおかず多いね。え、さらに卵焼いてくれるの。え、なんかご飯とおかずの比率悪くね。どういうこと。頑張る食べるうん。あ、ご飯まだ温かいね。あの、一応温める。うん。最近さ、箸の色素薄くなってきてさ、じいちゃんの箸と見分けつかんねえんだけど。うん。あ、今日バイト？あ、今日さ、意味わかんない車入ってさ、うん。こんなんで着れんだなーって思ったよ、ほんとに。世の中って廃れてんだなーって毎回思うよ、俺は。思うんですよ。どう思う？あ、そう。そっか。で、ばあちゃんが寝るって、あ、おやすみーす。明日ゴルフ？うん。わかった。はーい。YouTube 見ようかな。この間にカップにカッパ、YouTube アップロードしよう。iPhone5 で YouTube 見よう。あ、上がってんのか、この人の動画。うん。あ、結構面白い。ここが欲しいのとあんま変わんない。うん、うん、面白い。あ、やばいやばい、今週の場合じゃないな。これずっと 見続けたら多分星野の電話全然間に合わなくない。1時半とかになっちゃうな。そうだな。よし、ここらで切り上げて、今度は後で見るように入れて、今度見るか。よし、じゃあそろそろ風呂入んないとな。うん、どうしようかな。じゃあいつものあれか、あの星野と電話する前の風呂スタイルにした方がいいな。よし、パンシャツ脱いで、パンツ脱いで、シャワー温水にして、よし、じゃらららららら、よし、からちょっと洗い流せば OK だから、お風呂ブルブルブル。じゃあもう、いや、さっきの YouTube の続きちょっとだけ見てるか。その代わり風呂使いながらシャンプーしよう。あ、風呂使いながらシャンプーって結構楽なんだけどな。この桶から顔出して頭流すのがすげえやっかい。じゃあ、おおおお、ちょっと入っちゃうケースがあんだよな、泡が風呂桶の中に。おお、うん、でね、そこが参っちゃうところだけどな。顔も洗いかな、顔も顔もいけんな。顔もこの風呂桶理論でいこう。じゃあ、うん、もうあれだな、俺が外で洗わなきゃいけないな。体だけだな。それ以外はもう風呂桶だから洗えんな。これでいいわ、これ早いからな。出てできて、じゃあ頭半乾きだけどな。もういいやろ、星野と電話するにはな。そろそろもうやべえ、出なきゃいけねえ、やべえ。よしよし、ああ忘れてました。財布、飲み物借りていいか。財布とあとタバコ、それ持つとポケットパンパンになるからちょっとしたバッグが必要。結構荷物なんだよな毎回。で、Bluetooth イヤホンが電源切れてます。はい、残念、バイバイ。お前ほんとにクソの役にも立たないね。明日も頑張ろうぜ。で、静かに音を出さないように家の外に出て、ちょっと離れたから電話をピッて、ドゥルルルル、トゥ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 、まだ出ない、まだ出ない、この場合は。トゥ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 、あ、出ないや。一回切ったら多分星には出るだろう。まあ軽く多分1分間ぐらいしてるように出るだろう。あいつ来てた。よし、あ、来た来た来た、こっち。あ、起きた。うーす。おーす。っていう流れです。また詳しくやります。俺の頭しか映ってないのに何が語られたのかどうかがわからないが。
以上。See you next time. Tomorrow. Yeah. お時間がないです。星のデッキが後ろにあります。ああ。おー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 お